教えてジグ先生、頼もう。ああやんのか俺。あ違う違う、ここで絶対後期について教えてもらえると聞いてだな。またそれか、俺暇じゃねえんだぞ。すまない、そこをなんとか。はい、なら絶対後期とついでに絶対非道のことも教えてやる。スト鉄のスペシャルレッスン始め。まず古獣の機銃手は絶対後期、現代銃の機銃手は絶対非道を使えるのは知ってんな。ああ。実手は絶対後期についてどこまで知ってんだ。絶対後期に目覚めると強い攻撃ができる、それとマスターが機銃手を目覚めさせる力の源であるバラの傷を癒す力があると聞くよ。ああだがな、マスターのバラの傷が完全に治ると俺たちも一緒に消えちまう。使いすぎには注意ということか。現代銃が絶対非道に目覚めると同じく強力な攻撃をぶっ放せるわけだが、絶対後期とは逆にマスターのバラの傷はどんどん悪化しちまう。絶対後期と絶対非道をバランスよく使わないといけないんだね。そういうこった。それからどっちの力も機銃士全員が花から使えるもんじゃねえ。ギク、目覚めるまで苦労する出来の悪いやつもいるらしいぜ。ギクギク。ま、成功作の俺はすぐに使えたけどな。絶対後期か絶対非道に目覚めると神獣っつう強力な技も使える。その話はまた今度だな。最後に締めるぞ。締め、これでてめえも成功作服装。これで俺も成功作。おお、もっと声出せ。これで俺も成功作やるな。ふう、これはいい気合の入れ方だね。そうかよ。ジグブルート君はさすが物知りだな。もうな。